大谷翔平にエンゼルスが提供できないものを米記者が通列指摘悲しいが真実だご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきますエンゼルスと一年契約も米記者シーズン中盤前には移籍している来期終了時にフリーエージェント FA になる米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手の挙手に早くも熱視線が向けられている米記者は お隣のドジャースを移籍先候補に挙げ、エンゼルスが旨味のある見返りを受ければ、シーズン中盤前には移籍しているだろうと予想している。米カリフォルニア州地元紙デザートサンはピート・ドノバン記者の著名で、昌平大谷、に、アーロン・ジャッジ、エンゼルスの将来はと題した記事を掲載。ドノバン記者は、エンゼルファンよ。悲しいが、これが真実。 彼、大谷は2023年シーズン後に FA となり、アナハイムに残って勝率5割を切るチームのために、彼の息を呑むような素晴らしさを示し続ける理由はどこにもない、と持論を展開した記事ではエンゼルスが大型契約をオファーする可能性も指摘。しかし、大谷は、勝ちたい、と何度も言っており、それはエンゼルスが彼に提供できないものだとチクリ。 さらに、エンゼルスがうまみのある見返りを受ければ、来シーズン中盤前には移籍しているだろうと、シーズン中のトレードも予想した。新天地候補については、ドジャース以上に大谷がフィットするチームはないと断言。彼らは喉から手が出るほどエースを必要としており、すでに強力な打線に彼を組み込むこともできる。さらに、彼は自宅の郵便番号を変える必要もないと、チームの需要への適性に加え、 エンゼルスと同じくロサンゼルスを本拠地とすることもアドバンテージになると説明していた大谷は今季終了前、エンゼルスと年俸3000万ドル、約43億4000万円の1年契約を集結。今季投手で15勝、野手で34本塁打を放った二刀流には、メッツ、レンジャーズ、ブルージェイズの地元メディアが獲得を提案するなど、 すでに米各地からラブコールが届けられている。ザアンサー編集部、野球が19年連続で最も好きなスポーツ1位。ファンが一番多いのは阪神。大谷翔平は好感度調査で5年連続1位。三菱 UFJ リサーチコンサルティングが27日、15から69歳の男性1000名、女性1000名の計2000名の回答をもとに、 最も好きなスポーツと選手を発表しました。最も好きなスポーツに選ばれたのは野球で18%の支持を集め19年連続で1位。そして2位にはサッカーが入りました。また、プロ野球のファンが一番多かったのは阪神で404万人。2番目は巨人の373万人で、3番目は広島の214万人。4番目はソフトバンクの208万人。 5番目は日本ハムの194万人という結果になりました。そしてスポーツ選手の好感度調査では、5年連続で MLB ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が1位。続く2位には元サッカー日本代表の三浦和義選手。3位には競泳の池江里香子選手。4位には卓球の石川霞選手。 5位には、スノーボードで、北京五輪金メダルに輝いた、平野歩夢選手が入りました。大谷翔平に、メジャーの洗礼を浴びた、若きスターがアストロズ世界一の鍵を握る男に、バンキシャは見た。米大リーグの頂上決戦、アストロズとフィリーズのワールドシリーズが28日、日本時間29日、ヒューストンで幕を開ける。注目の一人が、アストロズの時代のスター遊撃シュペーニャだ。初のポストシーズン。 その存在感は際立つ。ヤンキースとのリーグ優勝決定シリーズでは日本塁打を放ち、MVP を獲得したサクオフ。アストロズはチームを牽引してきた遊劇手のコれを放出。その後釜に今季座ったのが新人のペーニャだ。新人にもかかわらず、すぐにメジャーに順応して才能を発揮。毎日、 上手くなるために努力しているという25歳は、講師でチームの主力に成長した。そのペーネのメジャーデビューは4月7日のエンゼルス戦。その記念すべき日に対戦したのが大谷翔平で、いきなりプロの洗礼を浴びた。初打席、大谷のスライダーに全くタイミングが合わず、3球三振。第2打席もスライダーにバットがーを切り、3球三振を喫した。この後のシーズンの対戦でも、 大谷に必要、必要にスライダーで攻められたペーニャは完璧に封じられた。9月に入るまで1安打も打てなかったペーニャに大谷のことを聞いた。彼は投打でとてつもないレベル。でも自分はそのような選手と常に競い合いたいんだ。謙虚な対応にもその奥に秘めた闘争心が滲んだ9月10日。ペーニャは大谷と今季最後の対戦を迎えた。 その第1打席。追い込まれてからの4球目、外に鋭く曲がるスライダーを巧みにタイミングを合わせて左前に落とした。大谷と11打席目の対戦で初の安打。第2打席も左翼手の候補に阻まれたが、苦しめられた魔球を捉え、強烈な打球を飛ばした5ヶ月前、大谷に手も足も出なかった男が見せた適応力。アリーグ最強軍団に加わった大きなピースは、 格段のスピードで成長し、スターダムを駆け上がっている。今回のワールドシリーズは、その序章となるかもしれない。安倍太郎、写真は AP、中日スポーツ、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく。